人は日本人で固まっちゃう傾向にあるんで、そこはあの僕からのアドバイスとしては、あのなるべく一人で孤独で、いた方がいいよね。なるべくこうアメリカ人とみんなと接するようにして、あんまりこう日本人とだけのグループで仲良くならないようにっていうアドバイスしようかなと思うけれども。今から皆さんにご覧いただくのは今度の6月公演、6月の21、22日、東京の、メルバルクホール芝公演のライブで、行われてトリプルビューという今皆さんチラシご覧になっていただけるかと思うんですけれども、この公演の中から、グループバイオリン協奏曲第1番という、バレエの作品をご覧になっていただきます。音楽的にもとても有名な作品でございまして、作品的にも今まで海外のバレエ団が日本に来て、上演することは何度もありましたが、今度は、